その日、人類は思い出した。やばい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 、なんちゅう量やこりゃ。奴らに支配されていた恐怖、鳥かごの中に囚われていた屈辱を。もう一回ストライク、ストライク、ストライク。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、グラフムです。今日はですね、前回探索しようと思ってたんですが、深刻なね、食料不足に陥っているので、今日はちょっとね、もう、動物たちをね、隔離するためのね、なんですかね、繁殖させるための、まあちょっとしたミニ牧場みたいなのを作っておきたいと思います。そうじゃないと、探索しようにもね、お腹減って途中で死んじゃったら元も子もないんで、先にちょっとね、こうやって、牧場的なものを作っとうかなと思います。ちょうど周りね、多いんで、動物がね。この辺に、あ、卵がある。誰が産み落とした卵だ？というわけで、まあ、この辺にね。なんでゾンビさんいるの？燃えてますよ。燃えてますよ。燃えてますよ。ちょっと。危ない。君のお肉はいらないんですよ。なんで、簡単な牧場っていうか、飼育スペース的なものを作っておこうかなと。お腹すかして途中でバッタリガシっていうのもね、良くないんで、ちょっとこういうものを作って、先にね、食料確保しておきたいと思います。で、多分、動物によって、餌が変わってくるんですよね。その辺もちょっと考慮しないといけないかなと。なんかが水浴びしてますね。よし。牛もおるんでね。牛は、何でしたっけ、小麦がないと、ダメみたいですね。小麦が必要な牛ちゃんと、早速、ヤギが入ってくれました。イエーイ。さあ、そうですね。だから、何をするにしても、まず小麦を栽培できるようにしないとダメですね。小麦を作るには、棒となんかを組み合わせて、このクワを作らないとダメなんで。で、種がありましたね。確か、小麦の種が。はい、小麦の種がありました。小麦の種を使いまして、場所的にこの辺でいいですかね。で、耕します。耕したところに、種を植えていくと。はい、はい、はいと。で、横にね、水を引くといいみたいですね。よいしょ。こういう感じで。で、水が多すぎてもダメっていう。多すぎず少なすぎずのラインでなんかやらないとダメっぽいんですけど、で、たまにこうやって草むしってたら小麦の種は手に入ります。なので、ここ一回ちょっと、シャー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 と、小麦栽培用のね、種をくれ。俺に種をくれ。よいしょ。よいしょ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 。よいしょ、よいしょ、種どこや、種マシンって。はい。そんなことはまあ置いといて。よ。この色がいい色だったような気がしますね。ちょうどいい感じの。だここの部分、この茶色い部分が多分早くに栽培が完了するかなと。よいしょと。あとはね、荒らされないように、
敷くだけです。でこちら卵もね、卵が確率でなんか鶏が生まれるって言われてるので、だいぶこの草むしっといて生まれろ、あ、ダメでした。確率で鶏が生まれるらしいんで、だから卵の使い道があんまり分かってないんですよね。わー、なんか緑の人いる。牛がどこにいるかもわかんない。あ、牛こんなとこにいた。牛がなんかどんどん近づいてきてるねんけど。うわ、めっちゃいるやん。ちょっと待って、あかん、あかーん。あ、そう、あ、水の中だから。ふっはは、無駄だ。水の中では貴様の能力など無意味、私にはかなわんのだよ。あ、牛、牛を押していきましょう。今小麦がないんで、小麦ない場合はこうやって押して押してケツ引っ叩いてね、ここで。よいしょ、牛、牛入れ、牛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 、お前は出てくんな。よいしょ、ちょっともうフェンスぶっ壊していいですかね。フェンスぶっ壊して入れましょう。もうちょっと待て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 、こっちで掲げてから。で、フェンスを。ちょ、待って。早く。あー、ちょっと。お前そっち。あー、羊はいいよ。羊の肉はね、プレスリー版だとあのね、出てこないんでね。羊はあの、本当に毛皮だけの存在になります。あ、ちょ、あっちげ。よし、よし、オッケー。はい。牛を無事捕獲しました。あと1頭必要なんでね、どっかから捕獲してこないとダメですね。鶏がさっき言ってないけどな、どっか行っちゃいましたね、鶏。で、小麦と人参もそのうち採取しないと、人参はね、村行かないとないっぽい感じなんで、また探したいと思います。丸石がいっぱいある。丸石は全部階段にしましょう。はい。前にね、こんなに石炭が手に入ったんで、余った木の棒を使って、余ったというか木の棒が捨てになかった。なので、木の棒を作って松明作っておきましょう。探検にね、光はやっぱ必要不可欠です。なんか結構木でっかいな、この木。でっかい木を採取しておきましょう。ちょっともう上までやるのめんどくさいんで、この辺で終わります。よいしょ。あー、でも木はあれですね、松明棒をいっぱい作っといてと。で、松明を作って、 OK で、あと柵作りましょう。あの畑の柵がなくなったんでね、ちょうど。よいし、はしごは必要なやつ。弓も今はもういらないんでね。よいしょ。砂が手に入ったけど、いらない。腐った肉。ステーキ。あー、やばい。もうステーキ1個しかないんで、やばいですね。ちょっと、お腹が減ると。あー、でも今でも食べとかないと、満腹状態をキープしておきましょう。ダメージ受けた時にね、回復するのが満腹じゃないとダメなんで。ちょっと忘れた。あ、フェンスで、あれですね、囲うんですね。よいしょ。あと、水を、あ、成長してますね。大きくなっちゃうよーと。よいしょ。よいしょ。気のせいか。小麦を採取する。おっと、な、こんなもんでいいですかね。荒らされることはないでしょう。もうすぐ夜になるな。ちょっと松明立てときましょう。この辺も分かれたらめんどくさいんで。せい。よし。よいしょ。
し。おれ、あ、死んじゃった。松明で殴った、死んじゃいましたね。せいし。せいや。オッケー。これでいいだろう。これでここには湧いてこないだろう。よし。じゃあ地下探検の方行きましょうかね。小麦ができるまでの間に。ちょっとここもまた暗いんで、松明立てておこうかな。怖い怖い。分かれたら嫌やし。よし、で、いいじゃない、インテリアで。こういう感じ、好き。まあ今こんな建造物にこだわってる場合じゃないんでね、今はね、やっぱりこういう採取の方にね、力を回していきたいなと。よし。あ、水を取っとかないとやばいですね。ちょっと水取ってきまーす。よいしょ。水。あ、リンゴちゃん。オッケー、リンゴちゃんゲット。こっち暗いな、怖いな。水取って、オッケー、こう。水は大事ですね。まだまだいいとこしたところ。一巻の終わりですから。コウモリもちょっと、シェッ。て、待って。よいしょ、コウモリ。チュー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 、うるせえんだよ、この野郎。あれ？せい、あず、俺を舐めてるのか、この野郎。よし。なんか真ん中暗いんでね、真ん中ちょっと。ここもインテリチックに。よいしょ。よいしょ。この真上があの牛さんのいるとこですかね、ちょうど。よいしょ。では、ここにね、このはしごを作ったんで。こっちかな？こっちに確かあの謎の空間があったんですね。すごいゾンビの声してるよ。これはまずいぞ。これはちょっと待ってくれ。いや、ちょっと待って、ほんまにちょっと待って。うわー、やばい。ちょっと。マインクラフト、プレイステーション3バージョン。の地下都市をプレイしています。最高のはここちょうどめっちゃいいね。どうもね、こうやってチムツモチアはクリーパーに付されるなんて名前なんだこれは。俺なんて名前になってんのこれ。チムツモチアってなんだよ。よかった、近くで。いやー、マジかー。ちょっとこれはまずいなー。豚は人参がないと引き寄せられないんでね。うわー、やばい、いっちゃう、これ。鉄とか全部持ってたんじゃん、俺。うわ、ちょっと、うわ。いけるか、ちょっと最低限の道具整えましょう。うわー、最高やな、これ。ちょっとやばいって。やーべ、丸石も全部持ってた。うわぁ、ほんまに、いきなり吹っ飛んだ。うわぁ、ちょっと待って、棒なんかあったところでか。はぁ、まあ、いっか。あの敵の量半端なかった。最悪や。やーべえ、どうしよう。あ、怖っ。めっちゃいるな。めっちゃいるねんけど、どうやろう。いた！まあ、いいや。行って、とりあえずいっぱい取って、よいしょ。あ、ちょっと待って。おら、よし。おら、まだいけ。よいしょ。とりあえず結構アイテム回収できたかな。でも取り切れてないのが吹っ飛ばされたな、クリーパーに。ゾンビ来る前に、ちょっと先にこれ、オッケー。よいしょ。
ちょ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 リンゴリンゴリンゴオッケーリンゴ取って立てろ立てろ立てろ立てるんだ松明を奴らが湧かないようにあ結構広いねすごいああまたいたこの野郎ステイステイよしステイよっしゃおいジャンプジャンプだと俺のいやー、危なー。ちょっと全ロスはしなかったですけど、危なかったー。あおまた。こういうとこを丸石とかに繋げとこうかね。よし。お、お。オッケー、繋がった。危ねー、ほんまに、ちょっとやばい。あー、地獄を見たな。うぅ、ひどい。いきなりあんなとこに落ちてまうっていう、落ちてしまうっていうね。ドジ踏みましたよ。わぁ、鉄採取、鉄採取。OK、こんぐらいかな。この辺でもいい地形してますね。風穴が開きまくってるっていうのが唯一気になるところですけど。まあ、いっか。砂利はめんどくさいな。おー、いいね、いいね。そらこんなにね、用意してくれないと困りますよ。いいアイテムを。よし。雲がいる。こっちの空間も気になるんですよね。またここに湧いてこられないようにしときますか。すごい長いなこの空間。なんだろう。行き止まりか。こっちから湧いてくることはないやろうけど、一応松明だ。あ、鉄あった。よいしょー。鉄はいいアイテムだ。お、このとこに。これはいいものだ。よし。いいですね。なかなか、鉄が多くて助かります。あれ？どっか鉄なかったっけ？あ、ここ。おー、鉄多いな、ここ。ここの洞窟大好き。鉄いっぱいくれる。鉄の装備整えときましょうかね。いやーもう探検一発目であんな持ってかれるって、すごい経験やな、ほんま。騙された感じがするな。うわ、騙されたみたいな。うん、水も、水源地も確保できてるし。よいしょ。すごいなー、やばい、ちょっと待って、これは探検しがいがあるぞ。なんともすごい。広い洞窟や。でもこの辺ちょっと僕、ここ気に入ったんで、あ、なんか来た。おら、待て、ちょっと、待て、あ、やばい、あ、やばい、ちょっと、だあ、どこ？あっちか。魔女いるー、なんか魔女いるー、めっちゃでかい骨湧いてる。家の周りめっちゃ敵おんねんけど。ねえ、マインクラフトってね、うまくできてると思いますね、やっぱり。なんかいけへんかった。こんなにうまく作られてるゲームは他にないんじゃないかな。おら、くそ！でら、鉄の岩で、殴ってやる！おら、よし。鉄の岩で、殴り殺しちゃったぞ、おい。ちょっと一旦帰りましょうか、もう。危ないっす。長居するのは良くないな、これ。で、使わないアイテム片付けに行きましょう。取りに来ないとダメなんでね、やられるたびに。こっちには鉄があったような気がしたけど、気のせいか。はぁ。アイテム結構取れたんでね。この辺第一拠点にしたいですね。第一拠点にして、あれ？一周する感じか？もしかしてこれ。一周する感じなんや。あ、じゃあ、いいね、ここ。いい土地だ。
気に入ったぞ。俺ここ拠点にする。よし。ねえ、ここに第一村を、第一地底なんですかね。忘れた。ねえ。地下世界。よし。ただ地下はね、ちゃんとね、ああいう、松明とかちゃんとしとかないと、敵が湧き放題なんでね、四六時中ね、はい。敵が湧き放題なんで、そこの、おい、なんだこりゃ。なんでこんな骸骨いるんだよ。何これ、押し売り業者、全然言えてない、もう恥ずかしい。押し売り業者ですか、ちょっと。すごい量ですよ。アイテムの整理ね、チェストいっぱい作っておきましょうか。ここにはこれ、みたいな。はい。あ、糸が手に入ったってことは、弓が作れる。よし。これで長距離攻撃が可能や、俺は。よっしゃで、雲の目もいらないですし、骨もいらない。火薬は上の段かな。よし、火薬。ここに入れてますかね。で、こうして、ここに糸も入れて、弓持って、よし、かな。お、フェンスも使わないし。そうやろね。最後にちょっと小麦ができてるか見て。あ、できてますね、小麦。これができてるやつですね。えい、よし。で、種を置いて、これで、ほらほら、おい、牛ちゃん。お前の恋人を探してやるよ。種牛を探してやるよ、種牛を。どこや。お前には用はねえ。お前には用はねえ。やらねえよ。と、牛を探して3000人みたいな。いやな、食料の牛だけのためにこんなね。豚がやっちゃいましょう。食料今の現時点の食料にしてやるよ。ほら、待て、こら、よし。もういい。豚肉を食わせろ。俺に豚肉を食わせろ。うまい。ここにいるんだろ。どうせ、いい気持ちだ。待って、お、なんか、はい、なんか、クソ、これで、やってくれるぜ。どっかこっちに一頭、なんか牛がいたような、いなかったような。なかなかの、いい土地なんですよね。豚も多くて、牛も多くて。えい、どこだ。牛。どっか入ってくれ、牛、そうできない。牛がいない。どこいた、見つけたー。ほら、こっちだ。こっち来い。なんか、お前すげえ。お前骸骨倒したんか、お前。牛を侮ってはいかん。あれ、なんか向こうに持ったな、ちょっと。ちょっと、牛2頭ぐらい捕まえたんだよ。一気に2頭やな。もうハーレム状態にしてあげますよ。あの、ウーシーのためにね。一夫多妻状態にしてやりましょうかね。よし、来い。こっちや。遅いな、じゃあ。ほら、頑張れ。ただ、この時代こっちじゃないから、繁殖はさせない。よし、来い、こっちだ。じゃあ、お前の旦那、こっちだ。ちょっと、うち、お前はやめろ、博士だ。うち、何があった何した、なんか豚肉があるぞ、豚肉が。ちょっと待って、お前は出ちゃダメ。いかん。オッケー。牛が消えた。やばい。俺の牛。よし、来た。お前も来い。空腹弟子の前に。牛。よし、来い。早く。こっち来い。いい子だ。あとちょっと。来い。来てるよ。いいね。いいね。ちょっと詰まってるよ。羊、お前何せいで詰まってんだよ、バカ野郎。入った。一匹入ったように見せかけて、実は入ってない。
とりあえず一匹入れて、ちょっと待って、一個持ってかれた。これはやばい。これはお急ぎでフェンスぶち壊しや、ぶち壊して中に入れる、入れろ、入れお前たち、お前、入ってよいしょ。なんてけケツ見せんじゃねえこの野郎。早くよいしょ。お前は出ていいんだよ。お前は早くどっか行け。ディフェンスを、鉄と変えて。あ、ミスって。ちょっと待って。オッケー。よし、お前だ。次はお前を入れる。お前の嫁が待ってるんだぞ、ここに。ちょっと待って。仕方ない。こうなったら、もう一個の小麦で。よいしょ。オッケー。ねえ、ああもう出るんじゃねえバカ野郎この野郎。ほら待って、くそほれ来い。よし、どれがウーシーかわからへんけど、とりあえずこれでいいや。よし、これでウーシーはもうオッケー。長かったな。あ、変なもんまで栽培しちゃった。おい、こら、この野郎。はい、じゃあ今日はね、もう牛を頑張って、ね、こうやって増やせたので終わりたいと思います。では次回、本格的に探していきたいと思います。地下空間をね、村を作るための空間を探していきたいと思います。ではご視聴の方ありがとうございました。また次回のパートでお会いしましょう。